で、この立民が開催されたらもうやってもらいたいことはもう消費税廃止です。残念ながら自民党はおそらく、未来永劫消費税廃止しない可能性が高いです。よほどのことがない限り、まあ、廃止しないでしょうね。それこそあれですよ。国際金融資本の呪縛から解き放されなければ、多分、ずーっと消費税、あるままだと思います。はい、ねずこちゃん。豆の具合です。今日はですね、11月5日、金曜日なんですけどね、東京は特に11月入ってからそんな寒くはないですね。まあ今年暖冬になるという話なんですけどもね、まあどこまで暖冬になるのか。まあ寒いよりも暖かい方がやっぱり私はいいです。でまあ今日はですね、まず本題に入る前にちょっと前提みたいなことをちょっとお話したいと思うんですけどもね、先だっての衆院選なんですけども、これの出口調査を、ですね、日テレニュースが独自でやったそうです。で、この出口調査なんですけども、どういうことを聞いたかというと、財政再建、いわゆる緊縮財政によるそのプライマリーバランス黒字化目標を達成させるよりも、経済対策、まあ、いわゆる財政出動する。で、まあ、プライマリーバランス黒字化凍結を。そっちの方を優先するかどうかということを聞いたらしいです。でですね、面白い結果が出ました。20代、30代がですね、結構その、財政再建よりも、経済対策を優先すると答えた人の方が多いという結果になったんです。若い人ほど、その財政再建、いわゆるプライマリーバランス黒字化計画を、まあ、全うするよりは、経済対策、もう財政出動して、まあ、いわゆる反緊縮財政に回って、それガン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 、まあ、投資をした方が、いいっていう風に答えてるんですよね。まあ、そうですね。まあ、特に今の若い人たちっていうのは、バブルの世界知りませんからね。それに対する憧れが潜在的にあるのかもしれませんね。でもそれ非常にいいことです。やっぱりあの頃、特にまあ50代以上でしょうね。50代以上。まあ、私のような50代以上ですね。バブルの頃はマジですごかったですからね。またもう一回ね、ああいう風な世界。日本に訪れさせなければいけないな、というふうに思います。でですね、この話を踏まえてですね、さっきの衆院選なんですけども、まあ、ほとんどの党が、その財政再建よりも財政出動するよ、というふうなことを公約に立てました。合わせて、特に野党ですね、野党は全部もう、消費税 5% とか、消費税 0% にするよ、というふうな、公約、打ち立てて戦ってました。それでですね、まあ結局、まあ自民党も減らしましたけども、それ以上に立憲民主党も減らしたんですよね。立憲民主党も相当なダメージを負いました。それでまあ枝野さんが、先だって辞任を言いましたね。正式にはまだ決まってないですけども、ただ単にまあ辞任を表明したというふうな感じになるでしょうけどもね。じゃあ、今度じゃあ立憲民主党のその代表、次誰になるのか。ということなんですけどね。まあ私としてはもう当然に財政出動派やってもらいたいですね。まあ消費税 0% はもちろんのこと、財政出動派。枝野さんは、心の中では多分財政出動派ではなかったと思います。なんでね、枝野さんでは不十分だったんですよね。もっとね、財政出動派がガンガンね、表に出れば、代表になってれば、まあ立憲民主党そこまではね、100割らなかったとは思うんですよね。ということですね。まあ頭に、私その財政出動派、立憲民主党の、まあ議員で財政出動派っていうと、この人もです。思い出しません。で、今日は、その人のお話なんです。誰かというと、馬淵澄夫議員です。実はですね、この馬淵議員については、私、動画1本上げてます。ご存知ですかね ?2 年前の今日、馬淵さん、交通事故にあったんですよ。交通事故にあって、なんか奥さんが電話、運転したのかな。で、交通事故にあって、その1ヶ月の渋滞になったんですね。で、その前に、確か山本太郎さんと一緒に、消費税研究会っていうのを、まあ、発足させたばかりだったんですよね。だから、消費税減税とか 0% から廃止とか、そういうふうなことを、話して研究するんでしょう。今もあんのかな?どうかわかんないですけどもね。ということで、まあ、消費税減税もしくは廃止派というのは、
消費税増税、もしくは、まあ、10% 据え置き派と違って、反緊縮財政なんですよね。反緊縮財政に寄与します。消費税減税もしくは廃止は。なんでね、まあ、財政出動派と、まあ、言っていいです。全然いいです。というか、財政出動派です。でね、その彼が、まあ、2年後の今日、まあ、事故が起きてから2年後の今日、立候補したいっていうことを言ってるんですよ。立憲民主党の代表選に、で、その記事がちょっと載ってたんでね、ご紹介したいと思います。これは産経ビズですね。で、ちょっと読んでいきます。立憲民主党の枝野幸男代表が2日、衆院選で参拝した、責任を取って代表職を辞任する意向を示したことを受け、立民奈良県連代表の、馬淵澄夫氏は同日、結党以来党を率いていただいたことに心から敬意を表するとともに、議席大幅減についての責任を取られたことは重く受け止める。全党一丸となって、虚勢の立て直しに取り組みたい。とコメントしたということです。おー。で、馬淵さんはですね、この前の衆院選の奈良1区ですね。奈良1区で自民前職や維新新人の候補を破り、選挙区奪還を果たしたと。戻ってきたんですね。1位挙げた1日には、奈良県庁で記者会見し、党の選挙結果に危機感を示した上、私自身がリーダーシップを発揮し、どういう形で再生に歩み出せるのか、仲間と話をしていきたいと発言。立民の次期代表選があれば立候補する意欲を示していたということです。まあ、枝野さん辞めますからね。まあ、次期代表選あるんでしょうね。これで馬淵さんがなると、がぜん面白くなりますね。立民、また復活するかもしれませんけどね。でですね、この、まあ、代表選なんで、立民、まあ、小川さんだとか、いろいろ、まあ、立候補するんじゃないかとか言われてますけどもね、私としては馬淵さんと、あともう一人。まあ、マスコミでも、まあ、結構、マスコミ出て、まあ、知ってる人多いと思うんですけど、あと、原口さんですね。馬淵さんと原口さん、この二人戦ってもらいたいです。どっちが勝つか、ちょっと見てみたいですよね。と、まあ、2年後、こんな、まあ、2年前のその交通事故から、まあ、振り返ってみて、その当時、2年後こんななるとは思わなかったんじゃないですか。2年後、まさか、馬淵代表、なるとは、今から2年前に、馬淵さん、思ってなかったはずですよ。まあ、人生っていうのは、まあね、何が起こるかわかりませんね。とまあそういうことですね。もう、馬淵さんもガチガチのまあ消費税廃止論者ですからね。まあ減税廃止論者。なんで財政出動も、まあ全然、なったら全然というか、まあ財政出動推進論者ですからね。まあこれとまあ原口さんもまあ、あれですね、財政出動推進論者ですから。まあこの二人がまあどちらでもいいです。どちらでもいいんですけども、まあ立憲民主党代表になったら、まあ、自民党のその消費税のところ、ガンガンついてもらいたいですよね。財政出動しなかったりとか、あとこれから補正予算組むんで、その補正予算の結果、財政出動が思うようにできなかったと。例えば、真水で50兆ぐらい出せなかったと。まあ、真水で10兆、20兆ぐらいで終わってしまった。そんなことだったらもうガンガン攻めてもらいたいですね。自民党、立民が自民党を攻め立ててもらいたい、そういう時は。だからもう財政出動せよという番人になってもらいたいんですよね。立憲民主党の代表の方には。まあね、それなりにも、まあ、第二政党ですからね。まあ、二番目に大きい政党なんでね。それぐらいの、なんていうか、教授を持ってやってもらいたいです。まあ確かにね、立民、その財政、まあ、馬淵さんがなれば、私ともほぼほぼ同じような感じになるでしょう。原口さんがなっても、私とほぼ同じような、まあ、政策立案するんじゃないですかね。財政面はですね。ただまあ、立民はね、やっぱそれ以外の外交面とかちょっと弱いんですね。国内問題にしても、ちょっとね、弱いんですよね。なんでね、例えば防衛費、まあ、立民はまあ多分増やしたくないでしょう。あと敵地攻撃、敵地攻撃能力。まあ、それを否定して、まあ、専守防衛と言ってましたよね、枝野さん。まあ、誰がなってもそうなるのかなっていう感じはありますけどね。まあ、そこら辺ちょっとね、まあ、調整してもらって、なんていうかな、国民が安心できるような、国民に安全を与えられるような、そういう、政党を目指せば、立民また返り咲くことはあると思うんですよね。で、この立民が返り咲いたら、もうやってもらいたいことはもう消費税廃止です。
残念ながら自民党はおそらく、未来永劫消費税廃止しない可能性が高いです。よほどのことがない限り、まあ、廃止しないでしょうね。それこそあれですよ。国際金融資本の呪縛から解き放されなければ、多分、ずーっと消費税、あるままだと思います。なんでね、まあ、そうなれば、まあ、財務省も、まあ、折れて、まあ、消費税廃止になる可能性もありますからね。まあ、そこら辺を狙って、るんですけども、なかなかね、一筋縄ではいけませんね、それは。なんでね、そういうことで、まあ、まぶちさん、まあ、2年経ったんで、もう体も完全に復活したと思うんでね、まあ、代表選頑張ってください。合わせて、原口さんもちょっと立候補してもらえませんかね。で、この二人の、まあ、戦い、ちょっと見てみたいですね。それで本当にこの今の、危機的状況の日本経済救ってもらいたいです。まあ少なくても救えなくてもガンガンね、その自民党の悪いところ、消費税のところとかもガンガンついてもらいたいです。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アデュース。明日もいいな。